はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はね、久々の韓国のアニメ、トボット2023リブート、新製品来ましたね。トボットダブル。こちらはね、またまた実在の車で、ヒョンデのコナっていう電気自動車なんですけども、そう、個人的にね、白と青大好きなんで、こういったね、デザイン、配色はね、めちゃくちゃ好みです。はい、パッケージはちょっとね、変則的な形をしてます。で、おなじみのね、フェイスチェンジができるコアロイドが1体付属。で、ヒョンデのコナですね。で、ギミックはね、またトボット A と同じように、はい、電動ギミック。そう、カードをかざすとライトが光るっていう、はい、そんなギミックみたいなので、まずはね、見ていきたいなと思います。はい、インナーはこちらです。それではね、まずはビークルモードから見ていきましょう。で、その他カード類ね、見ていきます。はい、電池はね、LR443 個です。で、蓋がネジ式です。電池はね、最初入ってないので入れる必要があり。はい、ヒョンデのね、電気自動車 SUV のコナです。まあ、実車そのもののデザインですよね。そう、まあ、このね、コナっていう車のね、まあ、YouTube 動画結構ね、見てたんですけれども、そう、ここがね、ポジション。で、ヘッドライトがここ。で、ここちょっとね、蓋みたいになってるところが、電源を供給する充電のね、蓋なんですよね。これね、横にパカって開くんじゃなくて、こうなんかスライドで開くみたいなんだよね。で、こちらのホイールも実車そのものの、はい、台形ホイール。で、テール周り。で、こうですね。はい、その他としてはね、トボット A でも付いてきたこちらのおなじみのカードケース。はい、これが付いてます。で、あとはね、もう一個。はい、このカードの束が別のね、バッグで入ってます。で、カードをね、見てみると、トボットダブルのロボット形態。はい。ホログラムが綺麗。で、後ろね。で、こちらもトボットダブルのロボット形態。はい。で、こちらが主人公というかね、この何車の少年なのかな。で、はい、スマホのアプリみたいな感じになってて、まあ、後ろがこうだね。ダブルの、はい、感じかな。なので、こちらの、はい、横から入れると、まあ、スマホみたいになると。で、まあ、反対にして入れると、そう、ダブルっていう、こういう風にやると、まあ、トボットに変形の指示を与えたりするんでしょうかね。うん、これになりきり遊びは面白いね。で、あとはね、トボット A と同じように電飾ギミックっていうのが、はい、あって、で、こちらのカードね、はい、フロントに照らすと、ヘッドライトじゃないや、ポジション級が点灯。で、1回で点灯して、もう1回かざすと、点滅。これ数回点滅したらまたね、消灯になります。で、電池はね、さっき入れたんですけども、LR44 が3個。で、もう1パターンあんのかな？で、1回目、2回目、で、3回目。あ！そういうことが3回目、ボワーンって光るんだ。で、4回目は？消灯か。はい、トボット A とね、並べてみました。発光パターン見てみよう。1回目。1回目。はい。1回目がね、常時点灯。で、2回目。それぞれ点滅。で、3回目。あ、こういった光り方の違いなんだね。2つ並べるとね、面白い。で、4回目で消灯。はい。それではね、トボットダブル、ビークルモードからロボットモードで変形させていきたいと思います。はい。まずはね、テール部分。ここをね、パカッと。はい。ちょっと浮かせます。そして車両前方後方割って展開、ガリガリやっぱり気持ちいいね。で、これを下ろす。はい。で、今度はね、この窓の部分、はい、展開して、で、こっから指を入れてつま先を出す。はい。で、つま先出したら、そう、ここね、ありがたい爪引っ掛けるとこあるんだよ、うん、ここでかかとパーツを出します。はい。今度はね、側面リアのドア展開。で、反対側もドア展開。で、ここのね、テール部分、そう、下ろしてあげて、割る。これで足の完成。はい、続いてね、ドアを下げます。はい、これロック解除。で、反対側も、ここでロック解除。はい、ちょうどね、このタイヤの軸からちょっと下げる感じかな、こうやって。うん。で、反対側も下げて、で、腕。まっすぐに伸ばす。はい。で、この状態で、90度回転。で、拳を出します。
はい、でこっちも拳を出す。はい、この状態で左右展開。はい、左右展開して腕を下ろす。で、フロントの部分を下げる。はい、でもこっからがねまだあるんだよね、この肩パーツ、ここを展開。はい、そしてこっちも展開して腕のウィング、はい、展開。そう、翼が生えてるのよこのロボット。はい、そう、これでね完成かと思いきやまだある。フロントのドア、ここ展開で、ここも展開で、こちらのパーツを後ろ。はい、これでトボットダブル完成、ロボットモード。はい、トボットダブル堂々完成。これね、かなり好きなロボだな。もう頭部のねデザインもすごい好き。これなんだかんだね、このメットの形ダブルになってんだよね、顔が。で、あのトボット目があるんですけど今回なし。うん、ゴーグルだね、これはいいわ。でね、一番ねやっぱ好きなポイントとしてはウィングかな。そう、車なんだけどこういったねとんがったウィングで、あとこの腕の横、ここにもね羽があるので飛ぶのかな。ちょっとねこれ撮影終わったらトボットの公式配信見てみよう。でね、腕は、はい、回転で、二の腕、はい、ここは変形機構だね。はい、で腕はね無段階だね、ここ肘は。そうなので、まあこういった形ちょっとね、まあ、うん、ファイティングポーズ取らせてみたりとかそういうのもできるかな。で、頭部、首振りはね可能、360度回転。はい、そして下半身、はい、腰回り回転。はい、で足開く、まあ、ロボットといったらこれだわな。はい、で膝なんですけども、ここ赤とシルバーのところが膝なんだけど、変形機構でね内側にもあるんだよね。そう、だから膝が二重で、足がここ無段階。ちょっとねここの無段階が立たせるときにふにゃってなったり、バランス崩してパタンってなったりしやすいかな。だから膝はね二重に動くので、まあこういった極端な話正座というかね、はい、こういう、はい、ごめんなさいポーズが取れたりする。あと太ももも無段階で、そう、ロール軸があって動くので、ちょっとハの字立ちでね、ちょっと足開いてあげるとか、そういったのもできるね。で、トボットダブル、そして先ほどビークルモードでも並べたトボット A、 そう、こちらの2体。あ、やっぱ A よりでかいんだダブルで。まあこの状態でもね、もちろん、はい、光らせることは可能。うん、このライトギミック地味に好きね。結構電池もね長持ちするんだよねこれ、意外と。発光パターンがやっぱ違うのもいいねこのじんわり光るやつっていうのもかなり好きです。はい、そしてね、あのトボット2023年リブートのね新シリーズなんですけども、おなじみのギミックこれにもありまして、これはねそのまま引っ張る。ちょっと硬いんだよねこれ、まあ、ここ開けてちょっとこうで引っ張るか。はい、結構固めにねバチンって止まってるからね、思いっきり引っ張らないとね抜けない。はい、でおなじみのねコアロイドで腕を展開します。はい、でまあこのままでもいいんだけど、そう、さらにここね、そう、開けてフェイスチェンジ、ここを回転させる。はい、で閉じると、はい、コアロイド完成。でこっちがダブルでこっちが A、 はい、2体のコアロイド、まあ、共通性はあんのかな。こうしてみるとなんか形同じっぽいな。ダブルの頭部ヘッドオン、あ、つく。 A の頭部ヘッドオン、あ、しっかり止まるいいねこれ、使い回しできるんだ。おお、顔だけ変える。でツインパンチのフック、あ、いける、合うんだでツインパンチのジャブ、嬉しいこれ付け替えて遊べるじゃん。でもこっちはねどうせだったら青々でいきたいから、ちょっと一回抜くよ。やっぱちょっとこれセット硬いな。おっと、倒れるね、ゆっくり倒すと。はい、ジャブくん、あ、抜けた。はい、
で、ダブルにフック君、このメガネのねロボット、そうこれが刺さると、でパチンといくね。おほほほほ、嬉しい嬉しい、これ共通なんだ。へえ、この子たち共通だったんだ。 XYZ はね、そう付け替えできなかったのに、そうフック、ジャブ、A、ダブル、これ全部共通っていうのが嬉しいね。ほうほうほう。でもこのなんかコアロイドだけなんか集めるのも面白いな、うん、よいしょ、うん、これプラスあとは X のね色違いもいるんだけど、これだけ、うん、並べると結構面白い。はい、それぞれねロボットモードの顔にしてみたんだけど全然違うね。はい、それではねトボットダブル戻し変形いきましょう。はい、まずはねこちらの肩のパーツ、これをね上に、はい、いきます。で、続いてこちらのカバー閉じてボンネット上に、はい、で腕をね横に広げた状態でまっすぐ、この変形面白いよね。そう、あとこのウィング部分、はい、これを折りたたみます。はい、でこの状態で今度はね拳を収納、はい、収納して、今度はね肘というか二の腕、はい、90度回転でこのウィングを折りたたむ。はい、そしたらね今度はここのね腕の裏側に凸があるのでここに合わせて下げる。でちょっと見づらいかな、止めてあげる。はい、で反対側もね下ろして止めてあげる。はい、続いてドアの部分止めるんですけど、まあ、タイヤの、ね、軸を押した方が、はい、止まりやすい。で反対側もねタイヤの軸から上に、でここで止める。でこちらのカバーをパチン。はい、続いて足回りなんですけども、かかとパーツ収納、はい、そしてつま先も後ろに折り込む。はい、で窓の部分をパチンと止めて、今度はドア、はい、そしてちょっと、うん、でこのパネルをちょっとね浮かせた状態で左右ね足止めます。はい、でこのリアの部分も左右止める。はい、でこの状態で今度は折り込みます。でここのね膝の部分とここの軸2箇所あるのでここを使って折り込む。で止める。でリアバンパー、はい、この部分を止めてあげて、これでビークルモードコナ完成です。はい、そんなわけでね今回の動画はトボット2023年のリブートの新型トボットダブルだったわけなんですけども、さっきね撮影の合間にちょっとねそうあの配信見てきたんですけども、めちゃくちゃ飛び回ってるやんびっくりするぐらいで、ね、飛んでる。まあトボット全体ねみんな飛んでるんだけど、こいつはね本当にあのなんだろう、ジェット機のように飛んでた。そう、こっからねこの下、そう、こっからもう噴射してブワーッつって飛んでたねあ、やっぱ飛行ロボなんだ。そう、最近ちょっとあのトボットのね配信なんか見てなかったんだけど、いやこれは、うん、車から飛行機ロボだ。そんな感じで、はい、なおさら気に入った1台になった。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。でその他ね、トボット動画に関しては下の概要欄とか上のリンクエンディングに貼ってますので、ぜひともチェックをお願いいたします。はい、そんなわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。